さあ、行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりの実写動画となるんですが、今回はちょっと僕、モリモリと2人じゃなくてセナ1人での撮影となっております。今回何を話していきたいかと言いますとですね、僕とモリモリがやっておりますアーキソフトの、YouTube チャンネルがですね、無事収益化をすることができました。はい、ということで本当にいつもありがとうございます。っていうのもですね、まあ約2ヶ月前6月ぐらいですねから、まあ、一応収益化自体はスタートしていたんですけども、 Google さんがアメリカの会社ということでですね、なんか税務情報の申請とかいろいろありまして、そちらの方の申請も全て通りましたので報告させていただきました。でですね、まあこうなってきましたらちょっと一つ問題に上がるというのが、僕たちのまあ YouTube 動画見てたら分かると思うんですけども、 ArchiCAD が教育版を使っておりましてですね、教育版は商用利用完全 NG ということでグラビソットさんが、おっしゃっています。なので ArchiCAD を使った YouTube 動画の収益化っていうのは本来であれば NG なんですけども、収益が決まった時にですね、もうそれが無理ならスポンサーとしてなっていただきたい、僕たちもある程度グラフィトソフト社さんの力に少しは慣れてるんじゃないかということで、営業というかまあお電話させていただきまして、まあその時にちょっと上層部の方に確認してみますということで連絡をいただきました。でその返答が返ってきましてですね、一応僕たちの活動を認めてもらって、教育版なんですけども、僕たちが学生の間はですね、こちらの教育版を使って YouTube 上での収益化っていうのはOK にしますっていう特別に許可をいただくことができました。本当にありがとうございます。はい、ということで僕たちはまあ安全に健全に収益化をすることが、できました。僕たち YouTube、 僕とモルモル2人でちゃんと作り上げたということで、一から作り上げたということで収益ができたのは本当に嬉しいことなので、皆さんにある、きちんと、お話をさせていただきたいと思い、このような動画を撮らせていただきました。で僕自身一つちょっと小さな大きな分からないですけど夢みたいなものがありましてですね、僕自身今こうやって YouTube で、解説動画を撮って、そこからまだお仕事をいただけるようになって、学生をしながらアルバイトだけでなく起業して個人事業主として、CG パース CG 動画でお金を稼がせていただいているんですけども、これって別に僕が特別パースが上手いからとかいうわけではなくてですね、なんかそういう仕事を取れるための動きをしていただけっていうところが本当に強いだけだと思っておりまして、実際のところ僕より上手い人ってたくさんいるじゃないですか。そういう人たちのためにですね、学生でも CG パース CG 動画でお仕事ができるようなプラットフォームを本当は作りたいなと思っております。はい、まあこれは実際に公であまり言ったことはないのかな、ツイッターではよく言ってたんですけども、動画で言ったのは初めてだと思います。はい、なので僕自身それに向けてアーキソフトの公式 LINE、 まあベータ版なんですけどもを作っておりまして、企業様からの仕事をそちらの公式 LINE でいただく、でその公式 LINE でいただいたものから、皆様学生さん、登録してくれている学生さんに向けて、今これぐらいの納期でこれぐらいの金額で、こういう内容なんですけども受けれる方いませんでしょうかっていうような依頼を出してですね、そして先着順とかまあいろいろ決めまして、お仕事を受けますっていう方が現れたら、その方に実際に仕事をしてもらう、で僕が最後にチェックだけしてそのまま納品するというような形を組みたいと思っております。全てこれ僕たち、公式 LINE でやりたいと思っておりましてですね、今本当に先ほど言った通りまだベータ版で、全然できてない状況ではあるんですけども、もしこの動画を見ていただいてる建築学生の方、学生やけどパースとか動画でお金を稼げるもんなら稼ぎたいって思ってる方もしいましたら、公式 LINE URL 貼っておきますので、その URL から追加ぜひよろしくお願いします。僕とモリモリが運営して、これから皆さんがお仕事できるように、僕たちが学生を卒業しても学生さんだけでも回せるような状態を作っていきたいと思っております。はい、この思い自身は結構本気でですね、結構ずっと周りには言ってまして、一番の問題なのが、ね、商用利用可能なソフトを使っているかどうかとかの話だったりするんですよね。なので僕みたいにArchiCADの教育版だけしか持ってないみたいな人だとお仕事はできないです。まあ、ライノセラスとかだったら買ったりいけたり、まあ、僕だったら
インスタグラムでは言ったんですけど、お仕事先の方から新しいビームソフトをもらったりしているので、商用利用自体は免れているんですけども、まあそういった商用利用の壁というものが実際あります。こちらに関してはまあいろんな大人の方とお話をさせていただいたりして、どんどん進めていって皆さんにもできるような仕事ができるような状況を作り出したいと思っておりますので、ぜひ、公式 LINE の方を追加していただけると嬉しいです。まあこの思いはまあ僕たちだけがこういう甘い汁を吸うんじゃなくて、僕がこういう風になれたんだからみんなもなれるだろうっていうことで、ぜひ皆さんにもお仕事をしていただきたいという思いからなっております。ということでね、今回の動画といたしましては、おかげさまでアーキソフトの YouTube チャンネル収益が決まりましたよという報告と、皆さんにも仕事をしてもらえるための公式 LINE を作りましたので、そちらの LINE 追加の方のお願いということで動画を撮らせていただきました。久々に動画出したと思ったら、なんかこんな内容でまたこんな内容かとか思われたりするかもしれないんですけど、僕たちは実際本当に皆さんにのためになったらなと思ってやっております。またなんかこういった動画上げてほしいとか、こういう風にしたらもうちょっといいんじゃないとか、手助けしてくれる方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けいただければと思います。これから僕たち卒生とかいろいろ大変で、また忙しいのは忙しいんですけども、自分たちの活動とこのアーキソフトっていうのも、しっかりと両立してですね、両方ともしっかりと真摯に頑張っていけたらなと思っております。はい、ということでちょっと長くなりましたが、今回の動画は以上になります。皆さん本当にいつも見てくださってありがとうございます。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。